れるので、皆さんこんにちは、こたつ研究所へようこそ。私は研究員のメガゴリラと申します。今回はドクターストーン第1話に登場する実験、ただのガソリンだ、ペットボトルのキャップから生成した、ペットボトルキャップからのガソリンの生成にチャレンジしてみたいと思います。こんな固体のペットボトルキャップから本当に液体のガソリンを作り出せるんでしょうか。それでは早速やっていきましょう。おっと、実験を始めるその前に原理について簡単に触れていきます。まずペットボトルキャップは何からできてるんでしょう。そう、ペットボトルキャップはポリエチレンからできています。ポリエチレンはエチレンがたくさん集まって鎖状に結合したものです。このたくさんの分子が集まって結合することを重合と呼び、重合体のことをポリマーと呼びます。ポリエチレンのポリの名前はポリマーから来ています。つまりペットボトルキャップはポリエチレンからできていて、ポリエチレンはたくさんの鎖状につながったエチレンからできているんです。ではこれから生成するガソリンは何からできているんでしょう。ガソリンは炭化水素の集合体です。炭化水素は炭素原子と水素原子からできていて、そして炭素は原子数に応じてメタン、エタン、プロパン、ブタン、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、ノナン、デカン、ウデカンなどに分類されます。そしてガソリンはその中でも炭素数4から10の混合物のことを指しています。と言ってもガソリンの内容物のほとんどはオクタンの構造異性体であるイソオクタンとノルマルヘプタンで構成されていて、他のものはほとんど混じっていないんですけどね。さてガソリンが炭化水素でできていることが分かったところで、もう一度ペットボトルキャップの説明を振り返ってみましょう。ペットボトルキャップはエチレンが鎖状に結合したポリエチレンからできているという話をしま、あれ？エチレンが鎖状に結合したポリエチレンからできているという話を、ポリエチレンからできているという話を、まさかお前炭化水素だったのか。そう、そうなんです。実はポリエチレンもガソリンも両方とも炭化水素の集まりなんです。ポリエチレンとガソリンの違いはただ一つ、構造の違いだけなんです。本編で主人公である石神千空が、ポリエチレンの分子構造考えろバーガー、ガソリンの長さに炭化水素ぶった切ってるだけだ、見りゃわかんだろ。いや、わからん、わからんってと言っていますが、まさにその通りなんです。鎖状につながっているエチレンを炭素数7と8でぶった切ってやれば、ガソリンを構成する物質であるヘプタンとオクタンになるんです。ではどうやってぶった切ってやればいいんでしょう。今回は熱分解という方法を利用してぶった切ってやります。方法は非常に単純明快です。高温で熱してあげるだけ、たったそれだけ。正しい温度と正しい触媒さえ揃っていれば正しくぶった切れるはずなんです。それが今回の実験の原理になります。それではぶった切っていきましょう。熱分解を行うにはもちろん熱源が必要になります。今回は400度という高温が必要になるので、こちら科学の武器、電気炉を用いて温めていきます。この電気炉は最高温度1050度まで温められる優れもの、アルミだって溶かせちゃうんだ。今回はこの電気炉を使ってペットボトルキャップを温めていくぞ。そしてこれが今回生贄素材になるペットボトルキャップたちだ。お兄さんあんまりペットボトル飲まないし、基本引きこもりだから集めるのに苦労しちゃったよ。え、どうやってこんなに集めたって。いい質問だ。たまに行く取引先のゴミ箱を漁ったりして集めていたんだけど、見かねた同僚が毎日飲むペットボトルのキャップを貯めて私に渡してくれるようになったんだ。ありがとう W さん、この恩は忘れないよ。さて話を戻そう。ガソリンの合成には正しい温度と正しい触媒が必要になるという話をしました。温度についてはこの素晴らしい電気炉を使うので問題ないんですが、問題は触媒です。今回は触媒としてゼオライト鉱石を用います。天然物のゼオライト鉱石はホームセンターの園芸コーナーなどで鉢底石として売られているので簡単に手に入ります。今回はホームセンターで買ってきた鉢底に入れる石を使って実験をしていきます。余談にはなりますが、今回触媒としてゼオライトを用いる理由はパラフィン物質を分離するためです。パラフィン物質が生成したガソリンに入っているとガソリンがワックスのようにベタベタとしてしまうので、これを防ぐためにゼオライトを入れます。次に
熱分解によって気化したヘプタンやオクタンなどの物質を液化して回収する場所を作っていきます。液化、つまり凝固させる方法は非常に簡単で、発生した気体を冷やしてあげればいいだけです。なので今回は丸底フラスコを水で冷やして液化、凝固させていきます。あとは先ほどの丸底フラスコと電気炉を銅パイプでつないで実験装置が完成します。それでは早速電気炉に電源を入れて実験をしていきましょう。よろしく。さて400度になるまでスキップ。ということで無事電気炉が400度まで温まりましたので、これからペットボトルキャップと触媒を電気炉に入れていきます。まずはペットボトルキャップから投入します。ペットボトルキャップは溶けたらみんな一緒だろう理論に基づいてそのまま砕かずに投入しました。次にゼオライト。ゼオライトについても素材の味を生かすために何も手を加えずそのままの状態で炉に投入しました。そこまで終わったら適当な樹脂とセメントで作った蓋を使って電気炉に蓋をしていきます。ちょっとはまりにくくて壊れやすいですが、なんとかはまりました。次に丸底フラスコにつながる銅パイプを接続していきます。少し気体が漏れていますが接続は完了しました。あとは丸底フラスコにガソリンがたまるのを待つだけ。いやー、簡単な実験ですね。なんか溜まってるかな。今ちょっと待ちましょうか。さあどうでしょう。溜まってそうな気しないね。放置したら黒い固体が。今回の実験で我々は何の成果も得られませんでした。私が無能なばかりにただいたずらに物資を消費しガソリンの合成を成功させることができませんでした。ということで今回の実験は端的に言ってしまえば失敗でした。と言っても何の成果も得られなかったわけではないんです。まず第一に誰も怪我をせずに実験を終えることができましたし、また今のやり方では実験は成功しないことが分かりました。失敗は成功のもと、また次回の実験につなげればいいんです。と言っても一番怪我しやすいのは実験の後片付けをしてる時なんですけどね。これはですね、100度で沸騰し急激に膨張する性質を持つ水と高温の油を接触させると水が急激に膨張し周囲に飛散するといった実験です。あくまでも実験ですので皆様は真似しないようにしましょう。実験は片付け終了までが実験です。最後まで気を抜かないようにしましょうね。ということで今回の実験はここまでです。初めての実写動画でしたがいかがだったでしょうか。今後は原理だけではなく実験も含めた解説を行っていきます。この動画を見て面白かった、共感した、応援したいと思った方はぜひチャンネル登録、いいねいただければ幸いです。次回の動画ではこの実験を成功させます。またお会いしましょう。じゃあね。